それは遠い未来、死刑制度が廃止された日本での出来事。とある一人の坊ちゃまが7人を殺して警察に逮捕されますが、下された実刑はなんと懲役30日。喜ぶ坊ちゃまでしたが、その後薬で眠らされた後病院の一室に隔離されます。そこで怪しい人物に注射されると途端に眠くなり、眠ってしまう坊ちゃま。目が覚めるとそこは牢獄の中でした。その中で激しい拷問がポッチャマを襲います。ある日は40度の屋上に裸で立たされ、ある日は乾ききった肌に塩を塗られます。しかしこれを30日耐え切れれば晴れて自由の身。その思いだけが彼の心を繋いでいました。そして30日壮絶な拷問に耐え抜いたポッチャマはある個室に連れて行かれます。そこは電気椅子が置かれた処刑場でした。そう、懲役30日とはイコール死刑と同義だったのです。全て折り返したプッチャマは必死に命乞いしますが、異常にも電気椅子のスイッチが入り死かと思いきや、プッチャマは目を覚ましました。生き残った、これで外に出られるんだと絶叫するプッチャマでしたが、目の前にいたのは30日前自分に薬を注射した謎の人物。彼によってポッチャマは胸を疑うような事実を告げられます。日本では死刑制度がなくなった代わりにある薬が開発された。それは5分間で30日分を体感することができる薬で、その薬の最初の実験台にされたのがポッチャマだったのです。つまり今まで体験した30日は実際はたったの5分だったということ。懲役30日とはつまり720年分の苦痛を体感させるという試験を超えた実刑でした。ポッチャマに残された懲役は実にあと29日と23時間55分。それではおやすみなさい。ブリャ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 ブリ